いや、可愛いですね。どうぞ。非常にいいですね。皆さんこんにちは。今日はゴールデンウィークということで、こういった山に囲まれた田舎にやってきました。田舎ということで、まず最初に思いつくのがイモリですよね。というわけで、今回は赤アライモリを捕まえていきたいと思います。僕のチャンネルで以前赤アライモリの飼育方法みたいな動画をアップしたところ、かなりね好評でいろんな方からコメントをいただきました。中でも多かったのが、赤アライモリってどんなところに住んでるんですかとか、どんなところにいるんですかみたいなコメントだったので、今日は実際に赤アライモリがどういうところに生息しているのか、どうやって捕まえたらいいなんかを交えながら動画を撮っていこうと思います。早速赤アライモリはどういうところに生息してるのかっていうお話なんですけど、こういうね流れのある川にはあまりいません。こういった流れのある川は泳ぎが得意なお魚とか、サワガニとか、そういった生き物はいるんですけど、基本的に赤アライモリは泳ぐのが苦手なので、あまり探すことはお勧めしないです。で、僕が探すときは Google マップとかで田んぼとか、その川から一歩逸れた沼みたいなところを航空写真とかで見つけて、そこに行きます。で、今ね撮影してる場所もね初めて来たんですけど、多分ねいると思います。じゃん、こんな感じの沼ですね。こんな感じで、植物があって、下にねこういう枯葉がいっぱい落ちてるとね、かなり高確率でいます。赤アライモリは鳥とか水生昆虫が天敵になるので、そういった天敵からね身を隠すこういう落ち葉とかがあると、赤アライモリの環境には適しています。早速見つけました。もう隠れてないで出てきてますね。今画面中央に映ってるのが赤アライモリです。赤アライモリってお腹赤いんですけど、上から見るとね普通に黒いので、結構ね落ち葉に同化して見つけるの難しいかもしれないです。はい、これで取れたと思います。あ、いた、いました。赤アライモリオスですね。ちょっと泥まみれなんで洗いますか。はい、観察ケースに入れてみました。いやー可愛いですね。で、特徴のお腹の赤い模様もありますね。これが名前の由来です。はい、で以前もお話ししましたけどね、この子テトロドトキシンという毒持ってるので、この子を触った後に傷口とかね目とかをこすらないようにしてください。この子はオスですね。この尻尾がね、なんだろう、四角っぽいのがオスの特徴です。で、繁殖期になると、ここがね婚姻色って言って紫っぽくなります。繁殖時期はね4月から6月ぐらいなので、まあちょうど今繁殖期を迎えてると思います。まあ多分メスもいるんで、ちょっとメスも捕まえたいですね。でね、結構肉眼で見つけること難しいんで、やっぱ落ち葉ごとねこうやってガサガサするのが一番手っ取り早いですよ。いるかな。あ、いますね。あ、この子メスですね。尻尾がシュッとしてるのがメスの特徴なんですけど、メスも取れました。よく赤アライモリがいるような環境で同じぐらい見かけるのがヤゴとかコウイムシとか、あとガムシといった、まあ、水生昆虫ですね。もしねそういった水生昆虫見かければ高確率で赤アライモリいますので、探してみてください。で、あとこういう沼とか田んぼとかって必ずなんかこういうため池みたいなのあるんですね。あ、いた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 、いました。はい、こんな感じでね水が、止まってるところはねかなりイモリ好むので、こういう感じでいるんですよ。はい、あ、お腹パンパンですね。はい、こちらがメスの赤アライモリです。で、先ほどのオスの赤アライモリと比べるとね、尻尾が若干シュッとしてると思うんですけど、それがねメスの特徴です。もうお腹が張り裂けそうなぐらいパンパンですね。多分お腹の中にこれ卵持ってますね。さすがにこのメスは逃がしてあげたいと思います。うお、でっけえガムシです。はい、こちらはガムシと呼ばれる水生昆虫です。ゲンゴロウと似てますけど、ゲンゴロウは肉食に対してこの子はね草食が強いです。で、見た目もね、まあゲンゴロウとは似てるんですけど、ちょっとね細長いフォルムをしてるというか、そんな感じで、こっちのガムシの方がね個体数は多いと思います。バイバーイ。さっきからね魚がいるんですよ。多分メダカだと思うんで捕まえてみましょう。多分ここの茂みはいると思います。はっ、どうだ、
はい、南メダカ取れました、この子も今数が減ってるやつですね、以前はね田んぼとかで多く見られたらしいんですけど、ブルーギルとかブラックバスとかそういった外来種に食べられてしまってね、今ではすっかり数が減っています。背びれのところに切り込みが入ってると思うんですけど、これがオスの特徴ですね。反対にメスのメダカにはこういった切り込み入ってないので、メダカの仲間はこういう感じでオスメスの判別ができます。よし、じゃあな、多分まだたくさんいると思いますよ。いました。あ、これ婚姻色出てますね。尻尾が若干紫なの分かりますか。これがね赤洗い森の婚姻色です。で顔の周りも若干ちょっと紫の出来物みたいのがありますね。赤洗い森は絶滅危惧種ではないんですけど、準絶滅危惧種というところのリストに入っています。地域によってはもう絶滅しているところもあると思うんですけど、数が減っているので乱獲はせずにね、必要な分だけ持ち帰るか観察したら逃がすといいと思います。今回はねこちらの2匹をお持ち帰りしてお家で飼育します。それではお家に帰りたいと思います。はい、お家に帰ってきました。まだちゃんとした水槽がないので、とりあえずの仮住まいになってしまいますが、作っていきたいと思います。赤洗い森は脱走名人なので、蓋がないとね上から脱走してしまうんですけど、こういうね爬虫類用のものであればマグネット式でカチッと閉まるので、赤洗い森もとりあえずの飼育はこれで大丈夫だと思います。お、ちょっと目をそらしたら脱走してます。やっぱこういうねところは登れるんですよね。さあどうぞ。はい、水槽に入れました。まだね入れたばかりでびっくりしてるのか結構動いています。はい、こんな感じで流木と苔とかがあるとね、自然っぽい感じがして非常にいいですね。やっぱり蓋をしてないとこういう感じで脱走しますね。結構あの個体差によっては水を好む個体と陸上を好む個体がいるので、結構陸が好きな個体はこうやってね蓋がないとこういう感じで簡単に脱走してしまいます。おー、どこ行く、落ちるぞ。おー、はい、まだ登るか。はい、で今回はねとりあえずの仮住まいっていう感じなので、来週あたりねこの子たちのちゃんとした飼育設備が整った水槽を作ってあげたいと思います。その動画もね今月中には公開したいと思いますので、このイモリの成長とかレイアウトとか気になる方はね、ぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。この動画でね少しでも参考になった方は高評価もぜひよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。